さあ田上をワンボールツーストライクと追い込んでいます金子です。右方向フラフラッと上がった打球ですけれども、伸びていくのポールに当たって入りました。田の上のホームラン、今シーズン第7号が8回の裏飛び出しました。貴重な貴重なホームラン、1点差に詰め寄るホームラン、田の上が打ちました。7月28日イーグルス戦、長谷部からスリーランを打った6号、それ以来のホームランです。実に23試合ぶりの一発。軽く拳を作りました。今のバッティング渡辺さんどうですか。まあね、やっぱりこう高めのボールにやっぱ積極的に打った結果がね、はい、いい結果としてホームランに出ましたよね。まあ田上もともと右方向にね、やっぱりこういう長打をやっぱり打てるバッターなんですよ。やっぱりその長打を打つ、高めを狙ったっていうところ、高めを振ってったっていうところがね、やっぱりいい結果が生まれましたね。はい、思わず金子も苦笑いでしたけど、いやそうでしょうね、おそらくね、投げた瞬間というかね、やっぱりホームランを打てるバッターに対してやっぱ高めを投げてしまったと、いうふうなことでちょっとね、はい、表情に出たと思いますね。そうなんですか。まあそう考えるとね、やっぱりその、はい、今の田上のホームランを考えると8回表のやっぱり、あのエラーでの1点ですね。はい、